これがこうなりました。これがこうなりました。あ、そうなんですか。へー、あ、かわいい、石ついて。あのね、片根だったのね。はいはい、片根が多いんですよ、こういうのって、ね。ほんで、ちょっとこっち、根っこがないんで石つきにしちゃって、苔張ってないけど、苔張ったらなんか、ね、風景見えますね。うん、こんにちは。こんにちは。今日はこのヒノキ。そうですね、これ津山じゃ連山ヒノキって言って、丸くなるタイプ。多少は細かいんですけど、ヒノキみたいにこう、こういうふうにこういうふうにこういうふうにこうなんないんですよね、あんまり。どん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 これ丸くなっていっちゃう。で、このまんまにしとくと、中がね、枯れちゃうのをこうやって。あ、なるほど。で、これ掃除して、植え替えて、静止して、ってやるとどうなるかっていう。もうちょっと暖かい時のがいいんですけど、はい、まあでもヒノキなんで植え替えた後の保護をちゃんとしてあげれば大丈夫、はい。でこれ結構根がね張ってないんですよ、はい、この素材はね、はい。まあ素材の話なんですけどね、うん、よく売ってますよね。 でもこのサイズの、うん、こういう状態で売ってる場合これをどうするかという話ですね、はい。まず掃除、中の方がこうなってますから、ピンセットでね、これ取っていくんですよ。これカス、取れないやつは、枯れた枝はハサミをしながら、よく見るとこう先っちょは生きてるけど脇の枝で邪魔なやつ取っていって、これ時間かかるんですよ、うん、丁寧にやんないといけないんで。車枝みたいなのがいっぱいある。そうあれ、それはあの後でね整地するんですけど、とりあえずね枯れてる枝が多いので、ほっとくとこうなっちゃうんですよ。ただしょっちゅうね掃除してあればあれなんですけど、売ってるやつはもうこういう状態で売ってますから。うちにも同じようなのあるんですけど、まん丸で放置してますね。それは中があの傷みます。なるほど。連山のちょっと立派なやつ、古いやつ、 あんまり成長遅いじゃないですか。そう、全然大きくなんない。だから結構いいお値段するじゃないですか。そうですね。だからとりあえず買っといてあの、でも掃除しとかないと。掃除しなきゃいけない。掃除、うん、これはこれはね、掃除をね年にね何回もしないとしょっちゅうこうなっちゃうんですよ。これ樹齢でいうとどのぐらいなんですか。挿し木してね、うん、3年か4年、4年生かな、うち来てもう丸1年は経ってるから、はい、あの随分太ったですよ、うん、あんまちっちゃい鉢入れちゃうと太らないから、こいつは成長が遅いんで、はい、あのポットのまま肥料だけあげてて、でこれいつ掃除したんだろう、夏に1回掃除したんですけどね、それでもこうなっちゃいますからね。こう中からこう見るとね、ゴミきれいになってますけども、うん、これは枝が多すぎるので、はい、交差してるし、で一回ねあの土を落として洗ってブラシで洗うんです、はい、ここの細かいところにゴミがいっぱい入っちゃってるんで、うん、土を落としますね、はい。これね粘りがねあんまない木なんでしょうね、きっとね。だから今の時期でもあの簡単に崩せるし、うん、パンパンだったらちょっとかわいそうじゃないですか、うん、寒いから。でもこんなのはこうやって落として洗うと根っこがそんなに張らないタイプみたいですよ、うん、こんなないでしょ。でやっぱりこうクッと曲がってますけど、これ洗いますね、一回切ってから。洗ってもいいんですか。洗います、軽く切ります、冬なんで。あんまり本当はここで切りたいんですけど、ちょっとかわいそうなんでこのくらい残して、はい、でもその後ちゃんと管理すればね、うん、大丈夫ですね。洗いますね。ほら根がないでしょ。これでもね何年も経ってるのにこんだけしかないんだよね。肥料もガンガンやってるんですけどね、歯ブラシでこのな、はい、ここの中をね洗うんですよ。ほんと幹が赤いんですよねこれね。一回洗って様子を見て、こっから枝抜き、どっちを前にするか考えて、こっちかな、やっぱこっち下がってますからね、この向き、ここがちょうど前になるかな、はい、ここが。そうすると、うん、中の枝だね、これね、細かい枝が入ってますから、少しずつ抜いていくんですけど、これこうね、こういう枝を切るとか、重なってる枝、こことここがほらここで重なるじゃないですか、はい、そうするとあのこの後ろの枝がちょっと邪魔かなみたいな見た目。これこうでしょ、この後ろ枝ここ、はい、
これはいらないね。ここはいらない。ここが重なってるから、これ。重なってるっていうのは、枝がこう、前から見た時に枝が重なってるってこと、うん、枝がこう交差してるのが、あのみっともないから交差枝を落とすんですけど、その時にあんまり細かい枝、こういう枯れた枝とか、この中のこういう枝とか、これ折れてるからこれはダメだね。なんか二股にしていくとかではなくって感じですか？ね、そこまでは考えてないですよ。三股でもかっこよければいいけれど、見えないですもんね、正直このサイズ、うん、こう、そう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 、これがね、でもこれ頭だからね、これ取っちゃうわけいかないだろう。取ったらどうなる？やっぱやだな。後ろの枝が太すぎるんだ。はい、これだ。これが大きいんです。これ取っちゃおう。はい、思い切ってね。はい、そうするとすくから。すかしてあげないと、うん、すかす内側が枯れるのと、そう、すかすのが大事なんですよ。また枝も吹かなくなっちゃうのかな。そう。元からね、枝吹きますからね。これパッと見て判断していかないといけないけど、こうかな、この後ろ枝だな、やっぱりこれだな。後ろから見てこれがいらない。こういうのはほら、なんて言うんだろう、ゆっくり考えてやってもいいけれども、勘でやってくんであんまり説明ができないんですよね、うん、難しいところなんですけど、まあ、多分これ間違えた枝切ったとしても修正できそうですよね。そうそうそう、あーなんて思っても、ね、後で針金で修正もできるんだけどね。混んでる葉っぱをね、少し取っちゃう。はい、津山ヒノキと連山って、連山の方が葉が小さい。ちょっとちっちゃいですよね。じゃないですか。どっちかなみたいなのもあるじゃないですか。なんか見分け方とかあったりするんですか。顔。いや、連山はちょっと違うんだよな。なんつったらいいんだろう。まあ、でも葉ですよね。うん、葉っぱの形が違うと思うんですけどね。パッと見た瞬間に、あ、これは連山、これは津山って感じはしますけどね。どこがどう違うって言われても、正確に古くなったやつを見比べて説明しないと、口ではちょっと説明しにくいんじゃないでしょうかね。これはまあ新しい苗木なんで、あれですけど。連山のがまあ葉がちっちゃくて、ちょっとお高い津山より。いや、そんなことない。そんなことないですよ。同じぐらいですか。別に連山の方が高いってあれはないですけどね。そうなんですか。わかんないです。感覚的に言うと、津山の方がやっぱり本格的な盆栽は津山だから、連山はね、丸くなってさっきみたいにゴミだらけになるから、うん、まあ商品の小さい木はいいですけど、大物だと大変。うん、こうあれができないからね、こう枝配り、枝こうできないでしょ。一の枝、二の枝っていう、はいはい、あれがこれできないですよ。ぶわーっと吹いちゃうから、うん、だからまあそれはそれで全然関係なく考えればいいんですけど。ででで、パッてとこ、ちょこっと目つみ、うん、これはだってあのヒノキはみんなやりますからね、はい、ただ今やるとちょっと茶色くなるんで、うん、この枝をこう倒したいんだけどね。でも最初の時よりはだいぶさっぱりとしたと思います。枝、うんね、が見えるよね。うん、そうですね。これはお家のやつやろう。そうなんですか。この枝が重なってんだけど、ここが前だからあんまり取りたくないんだよね、この辺をね、はい、取っちゃうとこの枝が強いんで、うん、これちょっともっ切っちゃいたいんだけど、切ると穴開いちゃうでしょ、はい、ここがまた吹いて丸くなるのに1年かかるので、まあこれは後で考えましょう。これが交差してんだよね。やっぱこの枝だな。取っちゃう、でも穴開いちゃうよね。悩ましい枝が1本ある、穴開いちゃうよね。やっぱ無理だよね。あんまり無理をしないで、やっぱこれは針金で直すしかないんだけど、ここ針金かけるの大変ですよ。そうですね、うん、気になるよね、でも、うん、どうしても気になる。じゃあ真ん中抜くか。少し枝減らしましょう。ここ少し減ったから、はい、でこれを今度は植え替えますが、もうこの苗木は根っこがね、あんまないからね、グラグラになっちゃうんだよね。ここが難点ですね。綺麗になりました。これ色物に植えちゃったんですけど、芸物の少し角の方が迫力が出るんですよ、ね、なんですよ。あるかな。
平らな。キメで平ら。これ深い、ね。たかしさんが作ってる鉢。あのたかしっていう落款がありますので、うん、なんて読むのか今度聞いてみます。私はたかしって呼んでたんですけど、これあの全部ボクロなんで、はい、サイズが少しずつ違うんですよ。よく見るとね。薄いですよ。で、うん、物で花も開いてる。うちだったらこのサイズだ。うちだったらこのサイズ。うん。これ。これぐらい締めないと、うん、葉っぱがこう詰まんないっていうか、今でも詰まってますけど、これは詰まってる状態じゃないんですよ。これはもっと詰まる、はいはい、でこう、このぐらいがいいかなと思うんですよ。他の入れてみましょうか。これかすかに大きいんですよね、うん、わかる。こっちまあ一般の人ならこう、うん、これでまあ普通の感じかもしれない、ね、でも私はこっちこっち。もうちょっとちっちゃい、うん、あと浅いか。こっちのが少し浅い、うん、ちょっとの違いだから分かんないかな。分かったかもしれない、ね、これが気になってしょうがない。だってどうしてもこれを何とかしたい。でも無理ですね。今もうちょっと切ろう。これは、ね、よし、よし、いつものように。はい、止まりましたね。これ鉢小さいんでね、はい、下に引くやつこれだとちょっと粗いかなと思うんだけど、うん、でもこれとこれの間がないんでね、少しこれ少し粗めくらいはしょうがないと思って、はい、マグアンプ系をペルペルペル。もうこれはあの定番のマグアンプ系。ちょっとあとはね、もっと切りたいんですけどね、かわいそう。でもこれちょっと長いな。もうちょっと切りましょうか。あとは鉢の足を前にして前を決めて入れるしかない、ね、本当はもうちょっと根っこ切りたいですよね、上に来るからね、うん、まあまあでもこれね、半内種類だからね、あんまり切っちゃうと本当グラグラになっちゃうんですよ。これ気に入らないな。どうしてもこれが気に入らない。なんとか曲げようか。頭より大きくなっちゃうもんな。切ってみよう。切っちゃう。これ一本ちょっと隙間が空きますが、でもあったら治らないと思う。治らないとね、おかしいからね。ちゃんと針金通す穴ついてるんですよ、これ。でね、ここに引っ掛けます。引っ張ります。ぐっと引っ張って曲げます。よし。反対側です。穴開いてます。ここで、こっちは今度こっちに引っ掛けます。ぐっと引っ張ります。これでもう大丈夫ね。しかしここに穴が開いたな。これが治るのにはちょっと時間がかかるかもしれないですね、うん、でこの場合上から飛び出たやつだけ軽く切っちゃった方がいいですよ。あとやりやすいですからね。あとは土がもうほとんど入らないと思いますが、中に根の中に赤玉土がこう入り込むように丁寧に。こんなちっちゃい鉢に入れちゃってと思う人がいっぱいいるんですよね、うん、でも結構大丈夫。ちょっとやってあげれば、うん、であと最後は平らになるように、この一番細かいやつね、はい、細かいやつをこう巻いて根を隠して入れて、倒したり起こしたりするときは土をいかに突っ込むかですよね。それでできますから、うん、多少植えてる途中で何があっても大丈夫だと思いますよ。水をあげてからまたチュイーッ、ここで手でねギュッてやる、はい、これあんまやんないのかな。どうなんでしょう。結構まあ大物の方もやるかな。やる人はやります。あのヘラみたいのでキュッキュッて、うんね、手でいいですよね。あとは最後の仕上げでここの元のところの根っこ、はみ出た根っこ切ってあげて、どうでしょうか、うん、さっきとはだいぶ違う。ここの穴が気になります。でもね、うん、これから治ります。 100% うまくいくとは限らない。ここもちょっと長いね。もうつまんだ方がいいな。少し今つまむとね、あのつまんだところがちょっと茶色くなるから、
いつがいいとかね。いやもう春から夏はあのつまもが何しようがすぐ新芽が出ますからね。見場気にする人はあれだよね、枯れるわけじゃないですから、うん、気にしない人はつまんでください。苔は水をかけた方がいいです。薄いのでこのまんまほぼ腫れます。ほら、うんうん、薄いですからね。後ろにね苔の土がうんとついてる時は、はい、そぎますけども、うん、このくらいだったらそぐ必要はないと思います。色違うやつ、少しなんか苔があの緑色じゃない緑色じゃない、違う種類の苔をね上から撒くと面白いんで、後で混ざって、あ、撒くんですか。こうやってあの混ざってね、グラデーションができるの。貼った後に違う苔の乾いたやつをこうやって切ってね、綺麗ですよ後で、うん、今ほら巻いたばっかりだかわかんないけど、3種類ぐらい混ぜると面白いんです。苔はね混ぜた方がいいみたいな、うん、そう、やっぱ一色だとねなんかあれなんでね、単調ですかね。うん、そう、少しね色変わって、はい、この辺、うん、あの活着するんです。すぐ活着しますからね巻いた苔は、うん、早いんですよはい、こっちも苔貼ってもらいました。連山ヒノキ、完成？一応一応一応なんですけど、はい、枝がねちょっとこっちがバサバサしてるんで、うん、これから目摘みして、で一回針金でこう直してあげないといけないんですけど、ちょっと時間がなくてそこまではいきませんでしたが、はい、もうちょっとつまんだ方がいいからね、うん、頭が大きいですから、ね、今ね、12月の末だと思うんですけど、この時期に植え替えした時はやっぱハウスとかで管理？そうですね、あの心配でしたらあのこれこの中に、あの発泡スチロール、うん、発泡スチロールの中に並べて昼間開けて、うん、で夜だけ閉める、外で平気ですから。なるほど。もうね数がいっぱいある人はね、うん、早め早めの植え替えする人は皆さんそうしてますね。なるほど。まあこれ丈夫な木なんで、うん、あのくらいの根っこのカットだったら、うん、大丈夫だと思います。はい、こちらはもっとバッサリいきますか、あの辺なら、うん、いや結構あのもっさりしたの売ってるじゃないですか。だからそれをねこういう風に綺麗にして植えるっていうのもいいなと思いました、うん、もうわけわかんなくなってます、お家のやつ。そうそうそう、掃除しないといけません。掃除です。掃除ですね。掃除だけしとけば多少、あとやっぱりこうこまめに積んでる、うん、積むの大事ですよね、うん、こっち積んでなかった、こっちは積んでなかった。そうですね、そうなんです、その差が出てます。であと鉢がちっちゃくなったんで、多分大きさもある程度とどまる、うん、これ以上は伸びなくなるっていうことですよね。うん、そう、葉っぱはねここで止まりますよ。なるほど。このまんまの状態。いや大きくしたい人は鉢を大きくしておいた方が、土鉢に入れて、うん、で掃除だけして、はい、あと肥料ガンガンやって太らせる。それから掃除をした後ですね、うん、とりあえず掃除はあの定期的に、うん、年に3回ぐらいやらないと。3回も？ああなっちゃうんですよ。あれだって両方ともやってあったんですよ夏に。なるほど。それでもああいうことが起こるのでこまめにやらないと、うん、もうよく欅ばっか育てる人とかいるじゃないですか、はい、こっちも、もういいかもしれないですね。こればっかり、ヒノキばっかりあ、そういう人もいるんじゃないですか。挿し切れ増えるし、うん、うん、刺してもね、この太さになるのにね、4、5年かかりますけどね。で、古い木だったらそれなりにやっぱ価値高いじゃないですか。そうですね、高いですよね。面白いと思います、ヒノキ、ね、うん、ということで、今日は連山連山ヒノキということでした。非常に勉強になりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます